はい、皆さん、中学お待たせしました。第13回ですね、輸入学会、本当にお忙しい中でございます。これから始めたいと思います。今日は一石乳業さん のチーズ製造責任者の、川本さんを呼びました。この回で今日13回ですよね。いろんなチーズを扱ってます。300、450、日本にはチーズ工房があって、ここでお呼びする工房さんもね、すごくこだわりのある工房だけども、非常に生産量が少ないと思いますが、なかなか手に取れない製品が多いんですね。これからもっと日本のナチュラルチーズを食べてもらうためには、やっぱりもう少し製造量を増やして、乳業会社さんにも作ってほしい。でもあんまり大きな乳業会社さんは工場製造になってしまうので、手作りを残しながら生産量があって、私たちが食べやすいチーズっていう意味で、キスギ乳業さん素晴らしいと思うんです。キスギ乳業さんが乳業会社でありながら酪農家の支援もしながらっていうね。いや、あれはやっぱりあんま分かってないかもしれない。そうですね。なんとその新規就農者が牧場を始める時の応援もするんですよね、はい、そうそう、もうすごい感動して今日はこの会を開きましたので、キスギ乳業のチーズ作りを体験してください。よろしくお願いします、はい。島根県のキスキ乳業という会社から来ました川本です。よろしくお願いします。雲南市というところにあります。高齢化率 2.2 人に1人は高齢者で、もそういう少子過疎高齢の県です。学校給食のお米牛乳自給率 100% となってますが、うちの地域の学校は全部低温殺菌牛乳。 T 川という大きい川があります。まあ暴れ川だったという、スサノオノミコトが、まあ、治水事業したという話なんじゃないかと言われてます。桜が非常に有名で、他にあまり自慢するものがない、そういう田舎町です。棚田ということは あんまり平野がないということです。で、下かやぶきの家とか、まあ、そういうのがまだ残ってたりもします。魚製鉄が行われていました。いい川で砂鉄を取って鋼を作っていました。焼き鯖が名物だって書いてあるんですが、もう生で運ぶ限界の地ということですね。キスキ乳業を作った人、佐藤忠吉というおじいさんがいまして、生涯百姓って書いてありますが、名刺に百姓って書いてる人でした。この9月に他界したんですけど、103歳。パスチャライズ牛乳というのが、まあ、キスキ乳業、低温殺菌牛乳ですね。これをおそらく日本で初めてパスチャライズというのを作った会社です。低温殺菌とパスチャライズって実はちょっと細かいニュアンスが違うんですが、パスチャリゼーションという殺菌の手法が63度30分、あるいは72度15秒、それを守った低温殺菌牛乳というのはパスチャライズ牛乳と名乗れるわけですね。佐藤忠吉の人はめちゃめちゃ体が弱かったみたいで、まあ、もちろんあの戦争に来ました。中国に行ってなんか向こうでいっぱい病気になって帰ってきたみたいで、帰ってきてたらもう当分は寝たきりみたいな感じだったそうです。そんな中で、養蚕農家からその製糸業が衰退していったこともあって、乳業を買い始めました。そこで牛乳を大手さんに卸すよりも仲間内で牛乳会社を作ろうよっていうことで、キスキ乳業ができたらしいです。いい牛乳ってなんだろうということで、ヨーロッパのもともと酪農の先進国の牛乳を調べたところ、パスチャリゼーションというものがあるということで、キスキでそれができないかということで酪農家仲間と研究して作ったそうです。キスキ乳業の自然なものをできるだけ自然に近い状態で人々に提供する、命ある食材として健全である、まあこんなことを考えています。健やかな暮らしとともにというのをテーマにやっています。牛乳からコーヒー牛乳、ヨーグルト、アイスクリーム、チーズ、ここに載ってないんですけど、バターを外部に一口出してバタークッキーというものを作ってもらったり、チーズを作った時にできるホエーでホエージャムというものを作ったりもしてます。奥出雲ぶどう園というワイナリーがありまして、キスキ乳業の中のワイン研究部門っていうのがあって、そこが独立した感じで奥出雲ぶどう園というのをやってます。でこの奥出雲ぶどう園のあるこの場所が食の森という名前が付いてまして、食に関するものがワイナリーの周りに集まって、まあ、緩やかにつながっている、まあ、地域自給みたいなのを目指して、ただいろんなものがあるっていうのはちょっといいかなっていう感じ
のつながりでやってます、自社牧場日の森牧場というのがあります。木月乳業3代目さっきの佐藤忠吉の孫です。牛はブラウンスイスという種類の牛です。山で暮らすのが得意な牛ですね。足腰がすごく強くて急勾配も登れます。中山間地牧場を作るのが難しいところでもこの牛は飼えます。ただ乳量がすごく少ないのでちょっと難しい牛でも、新規就農者の方を支援してダムができた時にそのダムを掘った岩洞でちょっと谷を埋めましたっていうところに新規就農の人に新しい牧場を作るお手伝いを木月乳業させてもらったりしました。なかなか新規就農の方が牧場始めますって言ってもちょっと大変なんですけど、そういうのを木月乳業が、いろんなとこと場所を決める話し合いしたり町の方と話をしたりいろいろ助ける感じでやってます。あと他には自分の子供にパースするのが大変だっていうのでやめられる方の牛とかを引き取って独立したいっていう人をパスするみたいなお手伝いも2件ぐらいやってると思います。パスチャライズ牛乳を作るためには乳質が良くないとっていうことがありまして、その乳質が間違いないものだっていうのを証明するためにチーズ作ったら絶対いいものができるだろうっていうめちゃめちゃ高いハードルでスタートしてるんですけど、始めたのが1980年代、まだそのナチュラルチーズが一般の皆さんに浸透するよりもずっと前のところで始まっているので、なるべく食べやすいものを作ろうよというコンセプトです。この6名で10種類のチーズを今作らせてもらってます。今6名なんですけど、この中でチーズバストを担当できる人間が4名います。27年前に入社してますね。日本人はやたらカルシウムが足りなくなりがちだと、なので良質なタンパク源として大事な乳製品であるのならば誰が食べても食べれるようなものを作れと、強い個性のチーズは人に任せておけばいいという、なんかそういうことをずっと言われてつまんないですよね。ちょうどその頃にチーズコンテストっていうのが始まりまして、優勝した方が壇上で号泣されまして、あ、これ熱いなこの世界と思って、よし俺にいつか号泣する職員になってやるっていうふうにそこで思っちゃったんですね。次ちょっと閲覧注意なんですけど、これお前どんなバンドやってたんだって小屋バンドですいずれにせよ僕は挫折するわけです。挫折して帰ってきてチーズに出会って、でチーズでコンテストで日本一とか決まるぞってなった時に、賞を取るチーズが個性の強いチーズ、パワフルなチーズが多かったんで、誰でも食べれる優しい味のチーズを作りましょうって言ってたら一番にはなれないなというのを思いまして、ゴーダチーズ優しいチーズ作ってますよって言いながら熟成させまくってから出すっていうのをやって、そしたら賞を取りました。ウルジャパンナチュラルチーズコンテストっていうので農畜産業振興機構理事長賞という長い名前の賞をいただきました。日本で2位の賞です。もうめちゃめちゃ天狗になりました。2年後のコンテストでもう1回やったろうと出したら何の賞も取れなかったですね。でまあ不適されるわけです。そんな時ちょっとドキュメンタリー番組を見ることがありまして、で難病の子供にたった一口だけ食べていいという食事を一生懸命作るお母さんというのが取り上げられてました。そのたった一口でも口から味わってものを食べる喜びをこの子に忘れてほしくないということで、そのスプーン一杯のお食事を一生懸命作ってる、そのお母さんの手元にうちの牛乳が映ったんですね。祈るような気持ちでスプーン一杯の食事を作ってるお母さんの選んでくれるのが木月乳業なんだと思ったら、なんかものすごく恥ずかしくなっちゃいまして、ああいう祈るような気持ちで食材を選んでくれるお母さんたち、その人たちのために僕たちは作るんだっていうふうにちょっと心を入れ替えることがありました。それからは賞が取れなくても別に僕は大丈夫ってなったんですけど、取っちゃうんですよね最優秀部門賞、金賞で長期熟成のハード系チーズ、その中でナンバーワンですよっていうのをいただきまして、そしてさらにワールドチーズアワード銀賞をいただいちゃったりして、そういうチーズを作る職人がすごく穏やかなチーズをあえて作ってますっていう意味合いも含むと、
うちのチーズストーリーとして深みが出てくるんじゃないかなと思ってます。これ佐藤忠吉と2代目佐藤貞之です。いろんな言葉をかけてくれました。あんたならできるよって。なぜならあんたは芸術家アーティストだから、チーズ作りは芸術家の仕事だからねって。僕芸術家だって世の中に認められなかったから田舎に帰ったんですよ。そういう僕に対してそういうことを言ってくれるから、もうそれ頑張るに決まってるじゃないですか。10年やってやっと入り口が見える。職人の仕事ってまあそういう仕事だと。だからまあ焦んなよ。僕がいろいろうまくいかない時にはそういうことを言ってくれたり、まあ何でもできる顔しなくてもいいぞと。自分が弱いっていうことをさらけ出したら必ず手を貸してくれる人が集まってくる。そしたらもっと一人よりももっと大きい仕事ができる。あんたの音楽の仕事がうまくいかなくてよかったと思うよ。そのおかげで今ここ行ってくれるからねって言われて、そういう人に転がされ続けて今があります。宍道湖という湖があります。でちなみに奥の方で魚釣りしている彼とうちの息子手前なんですけど、最近バンド組みましてバンドやるぞ。うち双子、男女の双子なんで、今高校2年生ですね。娘は歌手になるって言ってます、まあ、佐藤忠吉が沈静化っていう言葉をよく使ってました。落ち着けと。減らしもしないけど増やすこともそんなに必要ないんだろうと。あるがままを尊いと思えということをよく言われて、自然のいいところを恩恵を受け、人間にとって有益でないものは、まあ、退けなきゃいけないところもあるんですけど、そういう自然との関係性や自分が弱さをさらけ出したら誰かが助けてくれるという人と人との関係性、そういうものの中で生かされているということを感じながら生きなさいと。片足は企業経営というリアルなところにきちんと足をつけてたと思います。ただもう片足が理想から外れることはなかった男だと僕は見ていました。ありがとうございました。ありがとうございました。